残った状況で誘導の後ろ中部勢5番の竹澤ながら今度は1番の堀良介上がっていきます。堀が赤番過ぎに切りました。5番の竹澤浩二出して3番手、7番の元砂優は後方の5番手で短期6番の松山圭介は最後方の7番手、人気の7番の元砂優と2番の中川勝太が後方の5、6番手ながらジャンの2センターから踏み込んでいきます。7番の元砂優、前は1番の堀良介、4コーナー回っていきました。堀が合わせきるか、あるいは元砂叩ききるか、元砂がどうやらかまし切って最終周回です。先頭叩き切って7番の元砂優、追走2番の中川勝太が、ここに短期の6番の松山圭介も乗って切り替えた4番の山本直樹は4番手、その後ろからは5番の竹澤浩二まくってきました。竹澤まくっていきますがさほど車は伸びていきません。先頭かまし切った7番の元砂、番手2番の中川勝太が直線コース、番手から余裕ありそうだ。2番中川を追い込んでのゴールです。そうっす、まあ、3回目なんで連携するの。3回目の実績はいかがでしょう。いやもう素晴らしいっす強いっすね、やっぱり。どうすんの松山さん。そうっすね、3番手ずっと続いてくれたのも分かったんで最高の展開やなと思って。あの動いても動いても最終的にやっぱりね、あの元砂さんのラインについて。そうっすね、まあ、しっかりかわしてですけど、はい、自身はどうですか。いやもう悪くないと思います。そうですね、1着で、はい。